ラトミーから発売の大人気カードゲーム、ミクロスの最新情報、なんとブルーアーカイブとのコラボパック発売を発表しました。うわー、めちゃくちゃ楽しみ。タカラトミーは TCG ミクロスの拡張パック、ミクロス TCG ブースターパックブルーアーカイブディーバの予約受付を通販サイトタカラトミーモールにて実施しています。発売は11月3日予定で、価格は1パック440円、1ボックスは6160円です。これは確実に人気パックとなりそうですね。ブルーアーカイブのみのカードだけが収録されており、あずさ、ねる、しろこ、ひなをはじめブルアカンのキャラが多数登場。このパックだけでデッキを組むこともできる。新規描き下ろしイラストやブルーアーカイブをイメージした豪華加工カードなど、コレクション性の高いカードが多数収録されていますよ。新規書き下ろしがあるのがミクロスの魅力ですよね。加工もすごく綺麗なので、もはや芸術品だと思いますよ。さらに初回生産版にはシリアルナンバー入りの世界に7枚のカードが収録。ボックス封入特典にはアロナキラ仕様の PR カードが1枚入った PR パック、全1種プラスアルファや、まれに封入されているサイン入りバージョンは豪華仕様での登場となる。もう予約するしかありませんね。ただし封入率はかなり渋いです。詳しい封入率については発売後情報をアップしたいと思いますので、お楽しみに。さらに耳寄り情報、ブルーアーカイブディーバコラボ記念ツイッターキャンペーン開催中。抽選で20名様にこの魅力的なコラボ PR カードをランダムで一種プレゼント。え、全部欲しいですよね。参加方法は簡単、ミクロスの公式ツイッターをフォローしてタグブルアカミクロスをつけてキャンペーン投稿を引用リツイートするだけです。これなら簡単に誰でもチャレンジできますね。ミクロスの拡張パック、ミクロス TCG ブースターパックブルーアーカイブディーバの発売は11月3日予定です。超人気パック間違いなしなので、欲しい人は早めの予約を心がけましょう。新しい情報が入り次第、またミクロスブルーアーカイブコラボの情報をアップしますね。それでは皆さん、またお会いしましょう。